Hazard 6. I really wish you would stop running. We have so much to talk about. Biohazard 6をやりながら人生相談に乗っていきましょう。はい。前回パートでね、ラクーンシティの同窓会をすることができましたんで、今回はね、送別会でもやっていきましょうかね。何送別会？そもそも送るような人がいないけどね。はい。今回、なんかすげえ荒れた跡があっけどな。まあいいや。じゃあどんどん行きましょうか。なんかね、この辺りくらいから、なんか、なんて言うんだろう、時系列って言ったらいいのかな。なんなのかな。こんな。こんななんか進め方、あるのみたいな。違う。なんか時系列的にここ進むのおかしくねって思うパターンのものが結構いろいろいくつかあるんですけど、まあそんなことは気にしない。よし、行ったね。じゃあ、今のうちに、スニーキング。オッケー！うまい。上手なってきたね、だいぶコントローラーでやるのも。ん？ちょっと待って。こっち。3 separate passcodes。なんだ、ここでもあんのか。Can't get in without 3 passcodes。必要なコード認証3つ探すしかないのねって。ここ、もしかしてここもあれだったっけ？ぜひとも食べられたくない、産みつけられたくない、あの、例のあの人たちが出てくるのかな？おーっと、違うね。こっち来る？来ないよね。オッケー。よし。一人目は楽勝です。生きてる？ああ、びっくりした。あ、かっこいい。拾うやつじゃないんだ。ほんと美人だよね。Thanks for the passcode. Two more and I'm in. おう、嘘やん。やっぱり出てくるのね。あ、いらっしゃいませ。どうぞ。よし。あれ、当たった？おれ、オッケー。おら。なんで上半身ぶちのめちゃったの？なんで上半身が生きてんの？あれ、ちょっと待って、お前らなんで、ちょっと待って。当たってない？やばい。ここに来たら、近い。お前、接近戦はナイフの方が早い。覚えておくんだ。ああ、痛い。蹴りの方が早い。あれ、ちょ、めっちゃいるんじゃね？ご褒美プレイ。ね、ちょっとなんか落ち着いてやりたいなっていう話があったんですよ。オッケー。踏みつぶす。全然相手も落とし上がらないし。オッケー。こいつら復活してくんだよねって、めっちゃドアバーンってやってきたし。何が原因でそうなった？エイドゥのあれが。ちょっと待って、なんかめっちゃオルゴールみたい。あ、ここは開かない？あ、開くのね。オッケー。あ、でもここは開かなさそうだね。そうそう。最近。Okay. ですね。Not going that way. I'm going my back way. そうそう。最近ですね、ちょっと、嫁さんのお父さんと、それから嫁さんの弟で、あと、嫁さんのお姉さんの旦那の4人で、まあ、男会みたいなのでね、ちょっとね、食事を食べに行ってきたんで、ん？ああ、これか。食事をね、食べに行ってきたんでゴンスよね。で、まあ、その時に、その、弟くんが、なんて言ったらいいんだろう、別にその、悩みっていうほどじゃないけど、まあ、新社会人になるにあたって、なんかまあ、いろいろとこう、ねえ、お悩み相談まではいかないかな。大それたあれじゃないけど、まあまあ、ねえ、老婆心ながらね、こういうことを、まあ若いうちからやっといた方が、なんとなく個人的には良かったよっていうので、やっぱり筋トレっていうのをね、ついついね、自分がやってるからってあげちゃったんですよね。
まあ、結構その話を毎回会うたんびに筋トレの話してくからすごい反省とかもしたりして、うーんと思ったんだけど、まあそれはいいとして、あ、ですよね、なんか来てるよね、やっぱりね。はいはいはい、はい、おやすみおやすみ。こいつを相手にしてるほどのね弾数もないんですよね。なんでバラバラで来るんだよ、刺さってろ。ああ一発だ、もしかして弱点なのかな、あれあれ、ちょっと待って、あ、そういうことか、あ、そういうことか、 OK。 そうそうそう、でね、やっぱりそのなんか何かを続けるとか続けられないとかっていうのって、なんかその物事が続く続かないって才能だよねみたいな話とかってよく言われたりするんですけど、実際そうじゃなくて興味があるしやりたいから続くっていう、ただそれだけの話なんですよね、ぶっちゃけ言ってしまうとね。で結局僕、うわー、めっちゃ来た。僕筋トレが好きというか、筋トレやってみて効果を感じたし、やってみて楽しかったなっていう風に思ったから筋トレをやってるっていうだけで、それが例えば人によってはね、インテリタイプで本を読む方が好きですっていう人もいるし、本を読むのが好きだっていう人もいるし、まあ、その一方で体を動かすから僕みたいに筋トレが好きだっていう人もいるだろうし、うん、まあ、そこら辺はやっぱ様々なんですよね。だから一概にこれやった方がいいぜみたいなことっていうのはまあないわけですわ、ぶっちゃけて言ってしまうとね。だけどそれをなんか偉そうにね、筋トレやった方がいいよとかって言ってしまってたっていうのは、なんか僕のその個人的な反省だなっていうふうには思うわけですわ。うん、そうなんですよね。さあ、体を今までさ動かしたことがない人がさ、それこそメンタリストの DAIGO さんじゃないけど、これまで運動を一度もやったこと来なかったけど、なんか筋トレを やってよかったみたいなねっていうのなんかは、やっぱり本当に特殊な例だと僕は思います。うん、だって今まで僕絵を描いたことがない。めんどくさいなこいつ。ええ、あらららららえ、いっぱい出てくんな。違う、なんで戦おうとした。ちょっと待って、生み出すな。あ、いやいやいや、こんな、ああ、エイダさんのご褒美プレイ。まあまあ、それはいいや。で、何の話したっけ？思い出したけど、ここなんかあるんじゃなかったっけ？なかったっけ？あ、やっぱりなんかそんな気がしたよねー。お、危ね。おい、燃えな。あ、後ろからも来るのね。また、マジでスタイルいいな。はい。まだ生きてる？はい。えい。で、それはいいとして、うん。僕はたまたま体を動かすのが得意で筋トレを防止も、あれこれ、全然。ああ、終わった。筋トレをするのが、まあ、好きです。まあ、得意とは言わないけど、好きです。うん、好きです、得意です、でしたっていうね、お話で、一方で、やっぱりね、体を動かすのが不得意な人たちも、当然いるだす。うん。だそういう人たちは、本を読むのが好きとか、もしくは、なんだろう、
料理を作るのが得意ですとかね、うん、逆に僕はもう絵を描くとかがもう本当にダメクズ、うん、もうな何を表現したいのかねこれはみたいな、あ、なんだ、あ、何を表現したいのかね君はみたいな、そんな感じなわけですわっていうような中で、っていうようなね、人間が、絵を、なんか、じゃあ毎日、一日一枚何か描きましょう痛いなんていうのは、ダメ絶対、いや、うん、もう拒否反応が起きるんですよね。あ、やべ。うん。拒否反応がもう起きるんですよ、そんなの。もう身の毛もよだつような体験、みたいな、そんな感じがしちゃうんだ。あ、なんか、しちゃうんですよね。うん。もういいや、ちょっと相手にしてらんない。さっさと行きましょう。なんか見た？へい。で、ここどこ？あ、ここに来るのね。へい。ピッ。そうそうそう。あー、おわー、三つも行ってみた。うん。いやー、おー、出待ち、ご苦労様でございましゅー。はい。はい、さよなら。Can a girl get 2 seconds to herself? そう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 、おもりしてなさい。あー、これか。Simmons。There's my evil twin。まあまあそれはいいんで、うん、だからね、結局はその自分が得意とか楽しいとかっていうもので続けるようにしてったらいいんですよ。なんか偉そうにさ、僕さ、習慣化のためにはなんか20秒ルールだとかね、レインテクニックだとか、なんか過去これまで語ってきたけど、そのどうしても続けなきゃいけないとか続けたいって思う、そういうものがあるんだったとしたらそれでいいと思うんですよ。それでいいと思うんですけど、そうじゃないものですよね。そうじゃないんだったら別になんか無理してっていう必要は全然ないのかなっていう気はしますよね。うん。そんなところじゃないかなと思っている中で、さあ次のステージに進んではいきましたが、ここでどうなるかな。ドッペルゲンガーさん、ようやく会えそうねってか。キュー。はい、オッケー。あ、なんか嫌な予感がする。これ来るよね、やつ来るよね。え、こんな弾で大丈夫？とりあえず、これで行くか。よし。やっぱ来たよねー。エイラ、スタップ！よいしょ、急げ。あ、ここで捕まっちゃったら多分終わりなんで。オッケー。You're barking up the wrong tree. No time to explain, though.どんどんなんか積極的にあれ使ってった方が良さそうだね。はい、そうそうそう、うん、うわー、え、これどうしたらいい。 I'd rather avoid these guys. Wonder if there's another way. そうだよね、そうだよね、こっちから。ああ、なる、ああこれ見つかったら終わるパターンか。めっちゃ照らされてる。 I'd prefer to stay out of the spotlight.使ってないみたいね。オッケー。よいしょ。ああ、なんだよ、結局見つかんのかよ。てか、なんであそこで、おお、おお、なんかあれ、これあんなロケットランチャー撃つみたいな、あんな激しいやつあったっけ。あ、逃げる逃げる、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。あぶれあぶれ。ああ、抜けれたのね。はい、ごちそうさまでーす。クリス・レッドフィールドがいる。ちょっと待って、これどこに住んでるの。こっちで合ってる。あれ全然さ進めないんだよね。戦いをこう拝みながら行ってる。あれ、あ、そういうことね。勝手に進んでってことね。はい、ね、まあいろいろ人生花咲きましたよね。なんかやっぱ人生の先輩のね経験とかもね、いろいろ聞きつつさ、そのお父さんのねっていうのもあったけど、でも一個思った。やっぱり、
人生の先輩の話ってちゃんと聞いた方がいいなって思うし、それになんかあの共感できる部分に関しては、いや分かりますわって言って絶対言った方がいいと思うんですけど、一方で話かぶせて自分の話題に持っていくのはやっぱやっちゃいけないなと思った。っていうのも、僕がそのあんまり人の話ってか、なんかなんて言ったらいいんだろうな、自分がそのあんまり人に話をかぶせられてなんかいろいろと聞いたりとかっていうのが、まあ好きじゃないというか得意じゃないというかね。っていうのがあるんで、あ、やっぱり食べてる。これダメか。これ嫌な予感がするな。オッケー。お前どこや。オッケー、よし、潰した。っていうところがあるからね、やっぱりね、あれは、てか、なんだろうな、これね、年齢問わず、やっぱりね、いや、自分はこういう体験して、みたいな、やっぱ、人の話って聞かなきゃいけないって分かりつつも、なんだかんだ、こう、かぶしちゃうっていう反省はありますよね。あれはやっぱね、やっちゃダメだよね。思う。毎回反省する。これもう一回サチラと来るかな、こっちから来るかな。ああ、戻ってくるのね。オッケー。じゃあ戻ってくるならこれでいいよね。よし。じゃあ今のうちに行ってしまって、またロケットランチャーをぶち込まれる前に行け。よし。セーフ。そこら辺がね、なんか、その本当に、あ、バレたか、これ。うわ、燃えろ。あー、ちょ、マジかよ。これは。ご愁傷様です。あ、怖い、今の。よかった。クロスボウ帰ってきた。気持ち悪い。オッケー。オッケー。なんか普通にしばけてる。いる？ああ、下にいるのね。なるほど。そういう位置づけか。そういうことか。ね。てか、逆に聞き上手の人って、なんであんなに黙って人の話聞いてられるんだろうね。不思議。もう自分がなんかもう喋りたくて仕方ないタイプの人間なんで。そこで行くとね、本当に人の話を静かにしみーり聞いてね、共感できる人っていうのは、本当に素晴らしいなと思いますね。はい。あれなんか、ムービーにも入ったし、ちょっと20分近く経ってるんで、一旦この辺りでこのパッと区切りましょうかね。まあなんか久々にああいうね、男臭い会にね、参加してね、いろいろと男子会みたいなこうできたから、ちょっといろいろと浮かれポンチっていうかね、楽しかったね。はい。これ、あ、なんかもう全然覚えてない。ちょっと、あ、戦隊。エイダウォンを作り出せ。なぜできない。それは、いるでしょう。音声データか。なるほどね。そういうことか、そういうことか。それで恨んでるっていう話ね。Yes. This is it. She may have left me, but now I have her back. Happy birthday. Ada. Now I get it. もう元のカーラさんも結構美人な人だね、本当に。あれ。おお。
こんなシーンまで来てたのか。クリスも意外と観察がないよね。死んでたとしたらさ、あ、死んでたじゃねえ、目の前に現れたとしたら、あれ、やつ服装変わったぞって思うもんね。うん。じゃあ覗いて終わりましょう。あれ、下、ああ、いるいる。かわいそうに。ああ。これ戻れる。戻れないのね。はい。じゃあ一旦区切りがいいところになりましたんで、この辺りで終了したいと思います。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。